こんにちは。今日はコーチングの話をしていきます。目標を立てた時にそれは人に話した方がいいのかどうか問題っていうことに言及していこうと思います。僕もコーチングをかれこれもう10年近く8年9年とやっているんですけれども、目標をこうコーチングをやっててクライアントの人に立ててもらった後に、これってブルーホースさん、目標っていうのは紙に書き出すとかっていうのは自分の目に留まるからいいと思うんですけど、例えば人に話すのってどうなんですかっていうことをまあ質問を受けるんですね。で、僕は当時学生の頃から社会人1年目2年目くらいの頃っていう3年くらい前までに関しては目標っていうのは話さない方がいいよ。で、これは何でかっていうと、この動画の後半の方で話すんですけど、ドリームキラーっていうあなたの夢達成に対しての阻害要因になってしまう人たちを発生させてしまうから話さない方がいいよっていうことをお話ししてきてたんですが、どうやらそうじゃないケースもあるっていうことが今回見つかりましたので、その両方のパターンっていうのは一体どうなのかっていうのをお話ししていこうと思います。で、これはニューヨーク大学で行った163人の人に行ってもらった実験があります。で、各自目標をまず紙に書いてもらってグループを分けていきます。で、1つ目のグループは目標を人に伝える、2つ目のグループは目標を人に伝えないっていう話です。で、その後に目標達成のためにいろいろとまあそれぞれ取り組んでもらいました、必要なことっていうので。実は伝えたグループの方が先にその目標達成に向かっていくプロセスを途中で諦めてしまうという確率が高いっていう結果が出ました。で、一方で、まあ、伝えたグループの方が達成に近づいたかどうかっていうアンケートを後から取った時に、伝えた側の方がですね、途中で諦める確率が高いくせに、いや近づいたと思いますと。例えば実際にはその実験の結果の中には書いてなかったんですけど、目標を伝えなかったチームの方が、いや 50% くらいですかねって言ってるのに対して、いや 80% くらい達成しましたよっていうふうに答えてるっていうことなんですよね。いやでも途中で諦めてるんじゃないのっていう話なんですけど、ここは結構矛盾するんですよね。で、このからくりは一体何かっていうと、ちょっとすいません、からくりの話をする前に、まあ単純に人より努力をしないのに人に話すことによって自己満足度が高くなったっていう結果なんですよ。で、これなんでかっていうと、からくりの話をすると、目標を人に話すことによって達成に一歩近づいたって思うんですよね。例えば、明日からダイエットするんだって言ったら、へえ頑張ってねって、なんか頑張ってって応援されたら、なんかそれだけでテンションが上がってもうすでに取り組んでる気持ちになっちゃうみたいな、そんな感じなんですよ。ところが実際にそれがスタートし始めて長期間につながっていくと、モチベーションっていうのはどん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 下がっていって行く傾向が高くって、途中で諦めやすいっていうのが、目標を人に話さなかった人よりも高かったっていう話なんですよ。ところが別の研究では、人に伝えることでいいプレッシャーになって達成しやすくなるっていうこともあったりするんですよね。だからこれはどんな目標を立てるかとか、あなた自身がどんな性格をしているかによって目標っていうのは人に話した方がいい場合もあれば、人に話さない方がいい場合っていうのもあったりするんですよ。例えばすごく大きい目標を掲げてて、企業独立をしますとか、年収いくら稼ぎますとか、NPO 法人を立ち上げてアフリカの飢餓に苦しむ子どもたちを助けますとかっていうような大きな目標を立てた時に、その進捗っていうのをいち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 確認されていったら、それが邪魔な存在になっててしまいますし、反対にダイエットとか筋トレとか禁煙っていうついつい止まりがちになってしまう、誘惑に負けがちになってしまうような目標とかだったら、人に話しておくことで、ちょっと酒の席で飲もうとしてたら、お前禁酒してたんじゃなかったのか、パチってやってもらう方がいいっていうケースもやっぱりあったりするんで、どんな内容なのか、あなたがどんな性格なのかっていうものによって、この目標は話した方がいい、それともやめといた方がいいかなっていう判断をするのが賢明なところです。この基準ってなかなか難しいんですけどね、実際に話してみて良かったなって思うことは、そういうそれに近い目標を話し続けた方がいいですし、逆にうわあいつに喋ってしまったがゆえにもうめちゃくちゃ鬱陶しいことになったなっていうことだったら、それに関するジャンルの目標はもう一切話さないっていう方がいいんじゃないかなっていうふうには思うんですけどね、だからまずは話してみてどうかっていうのを自分で実験してみるっていうのが一番案外手っ取り早いんじゃないかなというふうには思います。ちなみに伝えることのデメリットっていう、さっき言ったドリームキラーっていう後半で話しますよって言ってた話なんですが、これ何かっていうと、ドリームキラーっていうのはあなたが目標を達成する夢を叶えるための
道筋の中に現れてくる門番みたいな感じの人たちです。で、主にどんなことが起こってくるのかっていうと、夢を話してしまうことで何が起こってしまうかというと、強制力が働くと。例えばダイエットをあなたがするとしましょうよ。そしたらカロリーのことを言ってきたりとか、運動してるのかどうかとかっていうのを逐一そのプロセスの報告を求めてくるんですよ。で、報告を求められるってことは、それをやっとかないと嘘つけないくなってしまうから、だんだんあなたのためにやってるというよりも、なんか強制力が働いていってしまって、なんか無理やりその目標を達成しないと後味悪いと言いますか、なんか角が立ってしまうみたいな、こういらないプレッシャーがかかってしまうっていうようなことが起こってしまいます。それから2つ目に、自分の目標じゃなくなるんですよね。強制力が働いていって、誰のためにやってるのか、誰のためにやってる目標なのかっていうことを見失っていくと、なんか独立してお金いっぱい稼いで、たくさんの人に豊かさを分けようと思ってたけど、なんかあいつのために俺金稼いでんじゃねみたいな風になってしまったりとか。ですから2つ目には、自分の目標でなくなってしまう可能性がありますよと、ドリームキラーの存在によってということです。それから3つ目に、足を引っ張ってくるんですよ、ドリームキラーっていうのは。何かっていうと、例えばあなたが禁煙をしようとしてます。禁煙するっていう風に決めた途端に、喫煙仲間が、うわー、卵がうまいなっていう風に煙をふわっと吹きつけてきて、その煙の匂いをかけて、あ、俺やっぱりタバコ吸うみたいになってしまうんですよね。つまりドリームキラーっていうのは、あなたが禁煙に成功するとか、ダイエットに成功するとか、お金持ちになるとかっていう風に、今いる自分のテリトリーから出ていってしまって、何者かになってしまうっていうものをものすごく怖がってるんですよ、嫌がってるんですよ、嫌ってるんですよ、はい。なので、そういう変化を嫌う存在があなたの足を引っ張ってきてしまうっていうことになりかねませんので、こういったドリームキラーを発生させないためにも、目標を言わない方がいいという話もあったりします。はい。で、こいつらに打ち勝つことができて、かつプレッシャーも跳ねのけられるという人だったら、もう伝えてしまってもいいと思うんですよ。これさっき言った性格の話になってくるんですけれども、で、そうでないなら、目標を達成した時に結果だけを示してドヤってする方が間違いなくいいです。ですから、あなた自身がどういう目標を立てて、そしてそれを達成するためのプロセスはどんな中身で、で、あなた自身の性格はどうかっていうことを考えたときに、この目標は喋った方がいいよねって判断するのか、いや、喋らずに結果だけ見せようかなっていうふうにするのかっていうのをぜひ決めてみていただけたらと思います。目標を立てるだけでもこんなに気を使わなくちゃいけないってもどうかなっていうのがあるんで、以前の動画にも目標立てた方がいいの、立てなくてもいいのっていう、そもそもの話とかっていうのもしたいことがありますんで、ぜひそちらの動画もご覧いただけたらなというふうに思います。ということで、本日の動画以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ、またね。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。